ドルミッツは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ホルヒハイム軍に属す、マチソンで、クラインゼンデルバッハ及び、ヘッツレスと共に形成する、ドルミッツ行政共同体の本部所在地。ドルミッツは、エアランゲンの東約10キロメートル、ニュルンベルクの北約15キロメートルに位置する。この町は、公式には2つの地区からなる。このうち、集落は、クビユのドルミッツのみである。 ドルミッツが初めて文献上言及されるのは1142年もしくは1146年でジークフリートという人物をゼーゲフリダスでドレンベンゼあるいはゼーゲフリットでドルンベンズと2種類の書き方をしているこの村は1803年の帝国代表者会議主要決議までバンベルク市教領であった方園ツレルン家のバイロイト公領や帝国都市であるニュルンベルクの領土も この自治体の領域内には存在した。いずれもバイエルン領に編入された。例えば、エアランゲンなどからの人口流入により、この町の人口は、ここ40年の間に2倍になった。2014年から、ホルガー・ベツオルトが第一主張を務めている。聖母教会は、1400年頃建設された、教会上祭で、1416年6月29日に、 初めて文献上の記録がある。防御施設は19世紀にはすでに作られていたことが証明されている。この教会は現在も多くのゴシック芸術の作品を収蔵している。ありがとうございます。